久しぶりだな、イチ。はじめまして、春日一番さん。こいつ見たか。ちょっとお会いしないうちに大所帯になったんですね。危険だけど、やるしかないわね。私はあなたと同じ終わったな、これ。おかわりないよ。子供殺されるぞ。日が来るとは、任務は中止だと伝えろ。人生は一度きりだ。悔いのねえようにしろよ。やるしかなさそうだな。よっしゃ、行こうぜ。桐生さん。